B、ガン。マニアの中で高い人気を誇る、サバゲ。それをモチーフにした仮想戦闘ゲームです。様々なミッションをクリアしていく。全24ステージがプレイヤーを待ち構えます。チーム戦闘は数多くいるキャラクターの中から、アタック、ディフェンス、スナイパーなど、適材適所の配置によって優劣が左右されるため、適性を見抜く力も非常に重要です。ライフルなどの東方攻撃に加え、至近戦で使えるナイフなど、ゲーム中で使用する武器のすべてが、実在モデルの計62種類と豊富で、重火器ファンにも垂涎の作品となっています。ただ撃ち合うだけでなく、限りなく数値化されたデータを駆使し、綿密な戦略で敵に挑むゲーム性は、やり込み要素満載です。またキャラクターそれぞれに視野があり、見えない敵も音で感じ取って、実寸距離を割り出すなど、細部までリアルに作られています。スーパーマッドチャンプ。5人の参加者のバイクレースで、グランプリを取ることが目的のゲーム。なのですが、普通のレースゲームと違うのは、相手を蹴ったり、バイクから降りて殴ったり、バイクを投げつけたり、マッド、なところ。コンセプトがクニオくんシリーズの、ようだなと思っていたら、やっぱり元々はその予定だったみたいですね。賞金で新しいバイクを買って、そのバイクをチューニングして、自分が走りやすくかつ、速い、組み合わせを探すのが楽しいです。肝心のレースは少しスピード感や、滑らかさがないかな、と感じました。マリオカートって、やっぱりすごかったんですね。マットの部分もはちゃめちゃ感や、爽快感が物足りず、少し地味な印象でした。クニオくんシリーズにならなかったのは、これが理由かもしれませんね。全体的に、惜しい、という感じのゲームでした。ゲームとしては面白いので、興味のある人は一度プレイしてほしい作品です。あと女性ライダーでゴールすると、胸揺れがあるので、プレイする際は、女性ライダーを選びましょう。トレジャーハンター G。世界中の王パーツの謎を追う、レッドという主人公の物語です。このゲームは戦闘システムが、とても面白いです。味方の各キャラは、アクションポイントという、行動力を表す数値を持っています。このアクションポイントを使い、移動や攻撃を行うことになります。序盤はポイントの上限が少ないため、ターンごとに取れる行動も少ないです。移動だけで攻撃できなかったりすると、ものすごく損した気持ちになります。ですがレベルの上昇に伴って、攻撃して移動後さらに攻撃といった、1ターンに多くの行動ができます。アクションポイント以外の、コストはないためポイントが許せば、ターン内に大技が連発でき、大変気分がいいです。味方キャラでレインという謎設定の女性キャラがいますが、このキャラは回復薬としてパーティを支え続けてくれます。ところが物語の終盤でレインは離脱してしまいます。ラスボス戦にも登場しません。唯一の回復薬が抜けてしまい、途方に暮れたプレイヤーは当時多かったのではないでしょうか。
ソウル&ソード。とても自由度の高い。というか自由でしかない RPG。魔王を倒す。世界を救うなどといった。最終目的はなく、ただの冒険者として、10年間過ごすゲームです。もちろんクエストが用意されており、それらをすべて攻略して、10年目を迎えることが、プレイヤーとしては目的となるのですが、ずっと寝て10年過ごしてもよし、すぐに港から帰還しても、エンディングになります。エンディングも、10種類以上用意されており、どのように過ごしたかによって、変わります。バッドエンドは悲惨なものも多いです。戦闘はコマンド選択式ですが、ターンが回ってきた順に入力するので、ファイナルファンタジーに近いですね。エンカウント率が非常に高く、ダンジョンも長くてリレミトがない、という難点がありますが、ボリュームは十分ですし、フリーシナリオゆえ、自分で縛り条件などを作って、何回も遊ぶことができます。やればやるほど癖になる、スルメゲーという感じですね。まあアベラス、もう一つの宝島。古き大航海時代に名を馳せた、伝説の海賊である、キャプテン、マーベリック。彼が時代の波に消える中に残した言葉、私の財宝を手に入れたいものは、私の仕掛けた謎解きに挑戦してみよう。これに感化されて多くの冒険者が、彼の財宝を求めて旅に出て、そして消えていきました。その彼が残した宝、まあアベラスを求めて、3人の主人公が旅に出る、というストーリーですが、これだけ聞くと、ジャンプで連載中の冒海賊漫画を、思い起こす人が多いかもしれません。しかし本作の発売は、冒海賊漫画連載開始の1年前なので、むしろこっちがオリジナルでしょう。3人の主人公を切り替えながら、進んでいくことになりますが、それぞれが特殊なスキルを持っており、これを駆使して攻略していくという、パズルゲーム的なゲームとなっています。アルディ・ライトフット。半人前の冒険家アルディと、相棒のペンギン、ペックと一緒に、旅をするアクションゲーム。7つに分かれた虹のかけらを、悪のティスコンティ一味から、奪い返すのが目的。説明や文章がないので、操作やシナリオは自分で、保管しないといけない部分はありますが、それ以外はとてもよくできた、良作ゲームです。ステージも秘境や行動など、バラエティ豊富ですし、謎解き要素やステージ上の、ギミックもたくさん用意されています。相棒テックを使ったアクションの、幅広さなど、シンプルながらも、とても奥が深いです。グラフィックも BGM も美しく、アクションゲームとしての、バランスも良いので、ぜひおすすめしたいですね。隠し要素で画面をセピア色に変えたり、アルディの背を低くしたり、いろいろ遊べるのも高評価です。
原始人の主人公サムを操作して、クリアを目指すアクションゲーム。とある小さな村の食料が、恐竜に全部食べられてしまったので、たくさんのお金、恐竜の骨、を求めて、旅立つストーリーです。武器や乗り物を駆使しながら、縦横無尽に立ち回り、ゴールを目指します。絶叫するという武器？必殺技には笑いました。武器で壊さないと通れない場所や、隠しステージ、ボーナスステージもあって、少しロックマンに似てるかも？時代背景は全然違いますけどね。お金、恐竜の骨、は、アイテムと交換することも可能です。しっかりとお金を集めて、有利に進めていくこともできます。ちょっとふざけたパッケージや、ストーリーとは裏腹に操作性も良く、アクション性の高いゲームなので、隠れた名作と言っても良いかもしれません。Up, up, up. Up.